おはようございます、今日は私の方からこの場での発表事項が3件、それからこの後引き続きまして、1階の方で、マクロアート関係の発表をさせていただきます、それではまず第1件でございます。日本で初めてになります使用済み EV バッテリーの資源循環システム福岡モデルの構築に向けてスタートを切ります。こちらに、データが出ておりますけれども、今ご存知のように世界各国においてですね、EV シフトというものが進んでおります。今ちょっと一段落といいますか、中休み、一休みの状況にありますけれども、当面はハイブリッド、あるいはプラグインハイブリッドというものが中心で動いていくだろうとは言われております。しかし、いずれですね、先般、トヨタ自動車、佐藤社長も会見でおっしゃっておられましたが、いずれやはりカーボンニュートラルというものを見据えたときに、この EV が主流になると考えられます。こういう中で国内のこのグラフですが、使用済みバッテリーこの排出量でございます。今まだ非常にですね、2020年とかもう少ないですね、状況にありますけれども、2030年頃からやはりこの加速度的にこの使用済みバッテリーの排出量が増加をしてくる。これに伴ってその処理をどうするのかということが大きな課題になってまいります。また右側上ですが、資源という点から考えましても、このレアメタルについてはですね、海外に 100% 今依存している状況にございます。この安定したバッテリーを作っていく、このためには国際情勢等に影響を受けないレアメタルを確保していくことが必要でございます。さらにですね、この下ですが、ヨーロッパにおいてはバッテリーの原材料のリサイクル率、これに関する規制を導入をしておりまして、変化するこういったグローバルなマーケットの状況というものも視野に入れて対応をしていく必要があると考えております。つまりですね、こういうふうな今後の見通し、現状等を考えたときに、使用済み EV バッテリーを廃棄することなくレアメタルを回収するまたこのバッテリー自体を再利用する、リユースする、この資源循環システムを作ることが求められているわけでございます。次の、これは我が県の強みということでございます。まずこの第1点の強みと我々が捉えておりますのは、右上にありますが、福岡県リサイクル総合研究事業者化センターというものを持っているということでございます。このセンターにはですね、ここに書いてあるとおりですが、3R のですね、新技術の事業化、社会システム構築を、コーディネートするといいますか、支援してきた力がある、経験があると。それから、産学の取り組みをコーディネートするノウハウを持っているということでございます。それからこの具体例として下にちょっと字が小さいですけども、廃棄小型充電式電池の自動仕分けシステムのいうものを事業化をいたした経験がございます。それからリユース太陽光パネルのですね、今発電実証というものも取り組んでおります。こういうふうなセンターを我々は持っているというのが一つの強み。それからもう一つの強みとしましては、我々の北部九州、ご存知の通り、自動車の産業の一大拠点でございます。製造能力としては154万台、イギリス1カ国に匹敵する製造能力を持っております。この北部九州ですね、ご存知の通り、こちらありますが、トヨタさん、日産さん、あるいはダイハツさん、などカーメーカー4社が立地をいたしまして、これに伴って多くのこの部品のサプライヤーが集積をしておるわけでございます。
私はこの北部九州自動車産業グリーン先進拠点構想推進構想というものを立てております。もともとこの自動車産業についてはですね、100万台とか150万台とか製造能力を伸ばしていく、このことをですね目的にした構想がございました。しかし、一昨年からですね、やはりこのグリーンというものをキーワードにして、これからやはり環境性能このというものを満足させるといいますか、そういうふうな自動車の生産開発生産拠点でなければならないというふうに考えて、この構想を立ち上げたところでございます。こういう中で世界に選ばれる電動車の開発生産拠点というものをの形成を目指しておりまして、県内のサプライヤーの皆さんにもですね、今エンジン関係等で、お仕事をされている事業者の皆さんにも、この電動化分野に参入を促す、またそれを支援する電動化技術道場などを開催をしております。こういった取り組みは九州経済産業局とも協力しながら進めているところでございます。こういうことでございます。次のページをお願いいたします。この福岡モデルでございますけども、効率的にこの EV から使用済みのバッテリーを回収をして、そして、低コストでこれを診断をするということですね。そしてリユースの用途の開拓も行います。またさらには低コストでレアメタルを抽出する、こういうふうなことをやっていきまして、こうなりますと回収したこのレアメタルから再びバッテリーを製造する、まさにサステナブルかつイノベーティブなシステムをこの福岡において構築しようとするものでございます。これはですね、EV バッテリーの製造の拠点化、さらには電動車の開発生産拠点の形成というものを目指し、産業が集積をし雇用が拡大をする、環境と経済の好循環、真ん中に書いてありますが、従来環境と経済というのは相対するものというふうな捉え方もされましたが、そういうことではないと、環境と経済の好循環を生み出していくということを目指すものでございます。で次をお願いいたします。この産業分野で考えますとですね、自動車メーカー、先ほど申しておりますが自動車メーカー、それからバッテリーメーカー、それから自動車の解体業の皆さん、それからバッテリーを診断をする必要がありますね。さっき言ったようにこのバッテリーはリユースできるのかどうかと、それからリユースバッテリーを今度は扱う製造する会社、それから再エネ関係の業者さん、そして金属のリサイクル業者さん、それからコンサルタントや商社の皆さん、こういった幅広い分野の企業が結集して取り組むこととなるわけでございます。県の我々の呼びかけに賛同いただきました皆さんと、今日この福岡モデル構築の推進組織でございますグリーン EV バッテリーネットワーク福岡、愛称で GB ネット福岡と呼びたいと思いますが、このネットを立ち上げることといたしております。今日の13時からキックオフ会議を開催をいたします。私も出席をいたしまして、この取り組みに対する熱い思いを出席いただきます皆さんにしっかりお伝えしたいと思いますので、報道関係の皆様方にもぜひご来場いただきまして、県民の皆様に本県の全国初となるこの取り組みを広くお伝え願えればと思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。それから第2点でございます。これはこの写真は福岡西県道ですね、福岡西総合庁舎でございますが、民間のアイデア資金を活用し、PPP 民間民連携ですね、これによりまして福岡市中央区赤坂にございます福岡西総合庁舎の敷地を再開発いたします。
スライドにございますように、この福岡日総合庁舎ですね、まあ、外見そんなに分かりにくいかも分かりませんが、たって40年が経っております。築40年ですね。で今後ですね、やはりこの、まあ、躯体はしっかりしててもやはり中の配管とかですね、いろんなシステム、まあ、そういうものが古くなっている。やはり空調であるとか照明なんかの修繕あるいは更新のコスト、この増大、またこれに付随いたします人件費といったもの、これは今後のですね、県財政の大きな負担となるというふうに考えられます。そしてこの日総合庁舎が立っております立地でありますけれども、天神まで徒歩圏内でございます。私も以前この庁舎に勤務したことがありまして、もう天神からですね、とことこと歩いて通っておりました。そして季節の花が楽しめる舞鶴公園にも隣接をしているといって、まあ、非常に環境もいい絶好のロケーションでございます。敷地の広さは約1000坪でして、まあ、テニスコートでいうとだいたい13面ぐらい取れるかなという広さでございます。まあ、こういうふうな非常に立地のいい、立地条件のいいところでございますので、定期借地方式による土地貸し付けの手法によりまして、公民連携の PPP 事業を実施をいたします。これにより県財政の負担を軽減いたしますとともに、福岡市赤坂周辺地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。次ですけども、まあ、じゃあ県でですね、この定期借地方式の手法を使った先行事例はあるのかということになります。これは3つございます。一番左がこの東京の千代田区半蔵門にございます。この2階に福岡県東京事務所が入っておりますが、住友不動産福岡半蔵門ビル、それから真ん中がこれが今年3月ですね、オープンをいたしました。コネクトスクエア博多、これは以前の福岡東総合庁舎の跡地を活用したものでございます。まあ、飲食店の方、また企業の事務所なども入居いたしまして、非常にこの地域に活気を与えているビルとなっているところでございます。それから一番右側はこれはもう完成予想図でございますが、現在設計中でございまして、福岡高等技術専門校の跡地の有効活用事業、これは福岡市東区千早の場所にございます。こういうふうな事例としては3つあるというふうにということでございます。まあ、こういう先行事例を参考としながら、じゃあどれだけのコスト削減効果があるのかということでございます。この計算にあたりましてはですね、県が庁舎をこのまま持ち続けて、そして庁舎の先ほど申しましたけど修繕費でありますとか、あるいはその維持管理をするための人もいるんですね。人員もいる、職員も配置しなければいけません。それから、向こう70年間考えたときには当然途中で建て替えもしなければならない、こういう建て替え費を負担するということ、まあ、こういう場合、こういうふうな前提を置いて、PPP を実施した場合に、まあ、事務所をそのビルの中に入れます。東総合庁舎にも博多県税事務所が入っておりますが、こういうふうな事務所の賃料を支払い、かつまた収入としては事業者の方から借地料の収入を借地料をいただくという収入がある。まあ、こういったものをずっと計算をしていきますと、コスト削減額は70年間で18億6200万円。まあ、これを単純に年間で割りますと、1年あたり2660万円のコストの削減が見込まれるというふうに考えております。今日からですね、公募を開始をいたします。公募型のプロポーザル方式によりまして、民間事業者の皆さんから募集をいたします。優先交渉権者につきましては来年の3月頃
決定をする予定でございまして、その後新施設が竣工するのは令和12年の3月ぐらいを予定をいたしておるところでございます。まあこれ先ほども申しましたように民間事業者のですねアイデアを生かし、そして我々にとってもコスト削減効果を生み出し、そして地域の皆さんにとって赤坂のあの周辺地域をさらに活性化する、まあこういうふうな効果を狙っていきたいというふうに思っております。以上が第2点でございます。3番目でございますが、まあ、小中学生の皆さんがプログラミングというものに関心を持っていただいて未来の IT 産業を担う人材になってほしい、まあ、こういうことを考えまして、今年も小中学生のプログラミングコンテストを行います。テーマ今年は右グリーンで書いてありますがワンヘルスでございます。これは昨年のテーマでして、福岡県の宝探しというテーマでした。で、飯塚市立岩小学校のチームの皆さんが奪われた福岡県の特産物をですね、取り返そうと、まあ、福岡県の危機というふうな題名でゲームを作っていただきまして、大賞を受賞されました。このゲームのダイジェスト動画をちょっとご覧ください。こんな動画動いてましたけども、私も実際にですね、プレイをしてみましたけども、まあ、非常にストーリー性もあって、絵も可愛らしくてですね、ご覧いただいたように楽しめました。まあ、しかし、この動画の動きのようには、なかなかスムーズにこう動かすことができずにですね、結局クリアはできなかったということでございました。まあ、こういったですね、アプリを作ると、いうことを通じて子どもたちがプログラミングというものに親しんで興味を持ってもらいたいと思っております。で、この取り組みですね、はスプリンギンと書いてあります。県内企業でございます株式会社仕組みデザインさんが開発をいたしましたプログラミングアプリスプリンギンを使いたいと思っております。このスプリンギンのデモ動画をご覧ください。この絵ですね、このキャラクターをこの画面に置いて、そしてこう飛び跳ねるような事故、飛び跳ねてますね、これ飛び跳ねるようなデザインをしているわけですけども、まあ、ご覧のようにですね、プログラミングの知識が一切なくても、直感的なこう動作で自由に作れる。で、楽しく遊び感覚で、まあ、創造性や論理的な思考を育てることができる、まあ、このプログラミングアプリでございます。そして今年のテーマ、先ほど申しました、冒頭申しましたようにテーマはワンヘルスであります。まあ、本県の重要政策でもあるワンヘルス、これを今年のテーマに取り上げました。ぜひですね、このワンヘルスというものについて、子どもたちにも身近に捉えてもらいたい。そしてワンヘルスって何だろう、どういうことをすればワンヘルスにつながるんだろうということを考えながらですね、例えばペットを育てるストーリーとか、あるいはウイルスをやっつけろというふうなストーリーとか、まあ、こういった
日常生活、自分たちの身近な生活で得られる題材というものを探して、意外な、そして大胆な作品をですね、作っていただきたいというふうに思っております。この募集でございますが、これも今日のですね、7月2日から開始をいたしまして、11月22日までの募集期間としております。来年の1月25日に一次審査を通過した皆さんによるプレゼンテーションを公開で行います。その上で対象を決定してまいります。小中学生の皆さん、ぜひですね、これから夏休みもあります。そういう時間も活用して、自由な発想で皆さんが考えるワンヘルス、これを表現したユニークな作品を作って、応募してください。チャレンジをしてください。たくさんのご応募をお待ちしております。それから最後でございますが、県ではここにスライドが出ております。真心アート福岡ギャラリーオープンと書いてございます。文化芸術活動というものを通じて、障害をお持ちの方の収入の向上、また社会参加、これを推進したいと考えております。そしてその皆さんのですね、多彩な能力、才能といったものに触れる機会を県民の皆様にご提供して、障害福祉というものに対する理解を深めていただきたい。このことから、我々は令和3年度から障害者アートレンタル事業をですね、実施しております。もう令和3年度からでございますから、3年目になるわけでありますが、その上で、今年度から新たにですね、障害のある方が制作したアート作品を真心アートと名付けまして、街中のさまざまな場所で気軽に楽しめるように取り組んでおります。この取り組みの一環として、今日県庁の行政棟内に真心アート福岡ギャラリーをオープンをいたします。このギャラリーでは真心アートのレンタル作品を展示いたしますとともに、障害のある方が作る商品、あるいは提供するサービス、こういったものを真心製品と呼んでおりますが、これも展示紹介をしたいと考えております。この会見が終わりましてから、このギャラリーのオープンに先立ちまして、報道機関の皆様向けに内覧会を開催をいたします。展示する作品を制作をいただきました障害者アーティスト3名の方もおいでいただいておりますので、ぜひ内覧館にお越しいただきまして、この取り組みを県民の皆様に発信をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。私からの発表お願いは以上でございます。患者から質問させていただきます。患者の新聞です。未視聴者なんですけど、これ建て替えということでいいんですか？建物としてはそうですね、建て替えになりますが、結局、こういう庁舎って大体、公用の建物ですね、行政庁、そういうのは県が、借金をして、建て替えるということになるわけですね。一般単独事業サイトを当てて、それを民間の力を使って、公民連携という形で、我々はその土地も持ってますから、この定期借地権ということで借りていただく。そしてその上に民間のいろんなアイデアといいますか、その能力を発揮していただいて、建物を建てていただくということになります。既存の建物は取り壊すんですか？もちろんそうです。はい。現在その西条に入っている課はこの建て替え事業で どうなっていくのかっていう、ここに入っております事務所が、西県税事務所と、それから、はい、失礼します。財産課長でございます。西県税事務所、そして、福岡農林事務所、そして、福岡労働者支援事務所、そしてもう一つですね、名称、ママと女性の就業支援センター、以上の4つになります。でこちらが、
西県税事務所、県税事務所のみが新しい建物の中に戻る。農林事務所、労働支援事務所、ママと女性の就業支援センターはどこに？福岡農林事務所につきましては、先ほどあの写真で設計中と出ておりましたけれども、福岡高等技術専門校跡地活用事業で今地派で設計中の、その新しい建物の中に入っています。残りの2つの事務所、福岡労働者支援事務所、パパと女性の就業支援センター、ママと失礼しましたママと女性の就業支援センター、こちらにつきましては、地方、合同庁舎の方に移っています。あそこですね。あそこの昔ホテルレガロ。昔のホテルレガロ。あとその、まあ建物の老朽化でいうと、この県庁本庁も築40年超えてると思うんですけど、その本庁に関してはなんか今後の見通し、修とかなんか。まあ、これは大変な事業でございます。まあ言われるように、確かに本庁舎もですね、昭和50年代後半にということでございますから、年数経ってまいりました。まあいろいろ手を加えながらですね、維持管理をしない、しっかり行って運営をしておりますんで、まあ当面ですね、この本庁についてどうするこうするというその計画というものはございませんけれども、今後やはりこの老朽化というのは当然進んでまいりますのでですね、それについては検討する時期が来るだろうというふうに思っています。他に、発表事項で質問のある者いらっしゃいますか？すいません、私の名前と申します。先ほど発表いただいた商品 EV バッテリーの効果モデルの構築に関して、ちょっとお伺いしたいんですけれども、で、東京都、例で言うと、この参画している企業の皆さんが、それぞれこう自分たちの、まあ、なんていうか、関わるところがいろいろ出てくると思うので、それをみんなで協力して、やる枠組みを作りましたというのを聞いていただきたいでしょうか。まあ、簡単に言えばそういうことになりますね。さっき申し上げたようにいろいろな、まあ、もう繰り返し言いませんけど、自動車メーカーから、まあ、商社さん、金属リサイクル業の皆さん等々と、幅広い業種職種の企業の皆さんに参画をしていただく、まあ、そういう皆さんの技術、それからまたいろんな取引力とか、そういうものが必要なわけですよね。それを生かしながらこの循環システムというものを、エコシステムを作っていくということになります。今現状のリユース、リサイクルとかリユースでどのぐらいこうやってらっしゃるかって伺っています。まあ、今最初にグラフを示したようにほとんど結局出てきてない、量が少ないで、かつその使用済みのバッテリーはすべて今海外に確か出てるんじゃないですか。はい、そうです。日本でその使用済みのバッテリーというのがほとんどございませんので、今日本ではリユースもリサイクルもほぼ行われていないという状況でございます。もう出たものは海外に持っていくかということになってるし、だからこのままいくとこういうふうなものがないと、これからどんどんその廃棄バッテリーが出てきたときに、さっき申し上げたようにレアメタルも含まれているものについてもまた海外に行って、で海外でレアメタルを抽出して、でその希少金属レアメタルをまた高い値段で輸入しなければいけないということになるわけですね、日本は。だからやはり我が国内でにおいてこういったシステムを確立して、そしてレアメタルを国内で確保しておく、まあ、このことが非常に重要だというふうに考えています。県としては何か新しい施設を作られるですとか、その要はリユースに何か必要なものを作られるですとか、そういったご要請というのは。これは特にはありません。もちろんリサイクルセンター、総合センターありますので、まあ、そこを
コーディネートの拠点として動いていきますけども、もうそれこれはもうそれぞれ の, あの企業の皆さん、産業の皆さんがあの動かしていくということになりますから、そういうものの中をこのバッテリーが循環をしていく、回っていくんですね。こういうシステムなんで、あのどっか工場みたいなものを作ってそこでガーッとやると、そういう話ではあります。どちらかというとコーディネートをそこまで調整するというところが、はいはい、そのコーディネート機能をやはりこの理想研が持っておるということです。いいですか。毎日新聞の城島です。今の朝日さんの質問と被りますけれども、EV バッテリーのところで、あの今回こうシステムを構築するにあたってですね、具体的な数値目標みたいなものが設けられたりするんですか。数値目標、どれぐらいの回収率を見たら。いや、今の段階ありますか、数値目標。今の段階はまだ、はい、まだ失礼します、まだその数値目標などを設けれるほどの知見がないので、そういったところも含めて今後検討していきたいというふうに。まあ、まさに日本で初めてという、また非常にですね、あの自動車カーメーカーさんですね、あのはこの我々のこの新しい取り組みに非常に大きな関心といいますか着目をされていると。やはり今からこういうことをしっかりやっていかないと、やはり電動車を作っていくといっても回っていかないんでですね、あの非常にあの強い反応をいただいております、カーメーカーさんから。他に発表事項で質問のある方いらっしゃいますか。読売新聞の山本です。同じく関連して EV なんですが、これ県に何かそのメリットというかお金が入ってくるようなシステムまで含めたこうシステム構築ということになるか。県にお金が入ってくる、うん、あの直接これで県が手数料を取るとかそういうことはありません。ただ先ほど申しましたように、この産業と経済と環境のその好循環を作るという中で、我々の地域が自動車の生産拠点としてさらに発展をしていく、 EV というものをにらみながらですね、いうこと、まあ、それに伴って企業の集積、そして雇用の拡大、そういったことが図られます。これは当然県としても税収の拡大につながるということになって、まあ、経済的な効果、そして財政的な効果というものも生まれてくるというふうに思っております。発表事項について質問のある社さんありますか、いらっしゃいますか。じゃあちょっとそれ以外のことについても時間にさせていただきたいと思います。まず幹事長から1点、あの航空研究会 の, あの海外視察に関することなんですけど、先日、中間方針まとめられたと思うんですが、それに対しての知事の受け止めを教えてください。あの県議会 の, その海外活動についてですね、まあ、特にその県議会が単独で、行われておりますいろいろ視察調査活動についてでございます。まあ、私の方からもやはりこれについてはさまざまな課題があると申し上げております。やはりこの予算の執行の在り方、あるいは県民の皆様から見てもそのよくわからないと、そのなんか公表ですね、どういうところに行ってどんな成果があったのかということについて分かりにくいと、まあ、こういう公表の方法など、まあ、こういうことについてやはり改善を図られるべきであるということを私から河原議長に対して直接ご意見も申し上げました。まあ、これを受け止めていただいたというふうに思っておりますが、議長のリーダー議長が河原議長がリーダーシップを発揮していただいて、このプロジェクトチームというものを速やかに立ち上げられたと。でこの中で議論を取りまとめて中間答申というものを出されたと、まあ、非常にスピード感のある対応を図られたものと思っております。まあ、そういう意味では良かったというふうに思っております。まあ、議長におかれてはですね、この中間答申を受けて、まあ、直ちにできることについては早急に進めていくとおっしゃっておりまして、
私としても、まあ、中間答申が最後の出来上がりではありませんから、中間答申が到達点ではないんで、やはりこの透明性とスピード感を持って、これから議長の下で取り組みを進めていただくことを期待しております。中間答申の内容に関してなんですけど、以前に比べたらかなり透明性の高い報告とか、になると思うんですが、一方で、その視察の、上限額を設けるとしたものの、いくらにするかとかっていうのは今のところ未定で、ちょっとまだその一番問題になっているその予算が膨らむ余地みたいなのは残っていると思うんですけど、これについてはですね、議長から議会事務局に指示をされて、具体的な今後 の対応案といいますか、予算の組み方、また執行の仕方、執行のやり方等について今検討されているというふうにお伺いしておりますので、我々は、それをお伺いした上でまた対応していくことになると思いますが、いずれにしてもやはり先ほどから申し上げておりますように、やはりその議会がその調査権を行使する、我々に対するチェック機関でもあるわけです。調査権を行使する、また政策立案機能を発揮すると、こういうことのためのその調査とか、いうことについては県民の皆様も必要であるというふうにお考えだと思います。ただそれがやはりこの県民の皆さんからにとって非常にこう容易に、そして早期にですね、分かりやすくこう示されていないということが問題なんだと思います。やはり県民の皆様から見てもその必要性、そしてその海外活動というものの妥当性といいますか、そういうことについて理解が得られるような見直しが行われるということが必要だと思いますので、そういうことを議長の指揮の下で取り組んでいただくことを期待しております。じゃあ各社さん、質問があれば。今の件なんですけれども、その予算の執行という点では、議会独自とはいえ、やはり県の、財政化とかも関わってくると思うんですけれども、今後その上限を設けて、やる予算をきちんと執行するとは言ってるんですが、県としてもそこは、しっかり見ていくといいますか、しっかり関わっていくというお考えなんでしょうか。関わるというか、それは予算編成はですね、予算編成権は知事にありますので、議会の方の案を取りまとめられて、また実際にそれがその数字というような形で出てくる予算要求というですね、来年の予算編成等において、実際出てくるんだと思いますし、この私もちょっとこの上限額というふうなことを議会がどういうふうにお考えになっているのかというのはちょっとまだよく分かりません。やはりその皆さんもお分かりのように出張先によっても渡航経費も変わりますし、またその出張が必要となる人数もその用務によって変わってくると思うんですね。こういうふうなことを考えたときに、その上限額というのはどういうふうなことをお考えになっているのかというのは、今後議会のお考えというものをお聞きする必要があるなというふうに思っております。これまでその予算額と、実績額があまりに乖離していた、正直通常考えられない額 その乖離していた、それについてはどういうふうに、当初予算の計上のあり方、やり方がですね、結局その段階ではもう誰が行くか分かんないから、議長一人が行くという形で、言えば頭出しをしとくような形での予算の計上の仕方が慣例化、慣行化しておったというふうに思います。この点についてはやはりその予算要求の段階においても、その要務に沿ってどのような方がどれだけの人数行くのか必要かということは議会においてもしっかり検討していただき、それに沿った予算要求を上げていただくと
いうことが必要であると思っております。また我々もそれに対応していきたいと思います。ありがとうございます。昨日も県内で大雨が降って、まあ、一部地域で浸水したりとかがあったと思うんですけど、まあ、それについてちょっとコメントをお願いします。はい、今この瞬間ひょっとしたら解除になっているかもしれませんが、大雨警報、土砂災害警戒情報が発表をされました。また、されている、継続している可能性がございます。やはりその外に出られるときにはですね、我々もそうですけども、まあ、こういった警報とか土砂災害の警戒情報とか、こういう気象情報もう報道の皆さんもですね、もういろんなそのテロップ等を使って、こまめに報道をしていただいております。流していただいております。まあ、こういうふうなことも使いながらですね、確認をして十分気をつけて外出をしていただきたいと思います。特にですね、川とか水路、また水田、まあ、こういった危ない場所には近づかない、まあ、このことをですね徹底していただきたいと思います。それとやはりこの土砂崩れ、土砂災害を考えたときには、やはりこのずっと雨が降り続くと地盤が緩む、まあ、重くなったりするわけですね。まあ、こういったところはやっぱり少し今後少しの雨でも土砂災害というものが引き起こされる可能性がありますので、やはりこのその兆候をですね、捉えるということが必要だと思います。雨が降ってるのになんか川の水がこう下がってきたな、水位が下がってきたなとか、あるいはゴーという山鳴りがするとかですね、あるいは山の方から石が落ちてくるとパラパラパラと、まあ、こういうふうなのがこう前兆であると言われておりますので、普段との様子が違うということがあった場合にはやはり、直ちに避難をするという対応を取っていただきたいと思います。まあ、こういう災害というものに備えていざという時どういう行動を取ったらいいのかとか、あるいは今先ほど申しました気象情報、あるいは避難所の状況情報、まあ、こういったものをですねリアルタイムで把握できるアプリが我々県が提供いたしております福岡防災ナビ守るくんという防災アプリでございます。ぜひですね、この際皆様方にはこの携帯にこの守るくんをインストールしていただきますようにお願いいたします。どうぞ。読売新聞の山本です。雨に関連してなんですけれども、昨日の午前中にですね、北九州市小倉南区で高齢男性が川で発見されているという事例がありまして、まだちょっと関連調査中ということかと思うんですが、現状分かっている範囲で関連が分かっていれば教えていただきたいのと、これ以外にそういう疑いのありそうな事例が把握されていれば教えてください。お亡くなりの方に対しまして、本当にご冥福をお祈り申し上げたいと思います。ちょっと詳しい状況については防災局の方から、防災局からでございます。まあ、現時点分かっていることと申し上げますと、まあ、先ほどおっしゃいました通り、まあ、警察の方で、今この大雨に関連するものかどうかということについて、今調査をされている段階というふうに聞いております。まあ、その結果が出ればですね、またその結果をもとにして、北九州市の方でですね、災害関連者の方でまたご判断をされるというふうに、理解をしております。まあ、結果が出ればですね、その県の方で、また北九州さん警察の方ともですね、まあ、調整の上ですけれども公表させていただきたいというふうに考えております。そしてもう一つ、その他の疑いのある事案がどうかということでございましたけれども、今のところはもうそれ以外のですね、疑いの事案というのが発表しておりません。以上でございます。ありがとうございます。毎日新聞の城島です。ちょっと話題変わりまして、金融資産運用特区の件とお伺いしたいんですけれども、6月4日に選定、福岡県知事が選定されまして、まあ、今後、資産運用会社の運用期待が高まっていると思うんですけれども、今回の内容を見ると、福岡が求めていたその税優遇措置というのが盛り込まれませんで、県も先日の国の要望でもですね、税優遇措置というのを改めて求めていらっしゃいますが、この税優遇措置というのはなぜこう鍵を握るのかというのを改めて教えていただきたいのと、
っとこの間の政府の要望では、政府への要望では、インターナショナルスクールの整備の財政支援ですとか、そういう受け入れ体制構築に向けた支援でも入ってました。この受け入れ体制構築に向けて、まあ、これから取り組まれると思いますけど、どういうことに取り組まれていきたいかというのを教えてください。まずこの金融特区でございますけれども、まあ、特区の指定によりましてですね、その、まあ、営業で開業手続きができるとか、あるいは、まあ、コンプライアンス業務とか経理事務ですね、まあ、いわゆるミドルオフィス業務、まあ、このミドルオフィスあるいはバックオフィスですね、まあ、この業務が今までその自社内でやらなきゃいけない、まあ、つまり人を抱えなきゃいけない、まあ、こうなってたのがアウトソーシングできるということになりました。まあ、こういうことも非常にですね、進出を企画されている企業の方に、金融機関にしてみると大きなメリットであると思います。ただやはり他の 他国といいますかね、と比べますとやはり税制面での優遇措置というのが非常に、まあ、我々のところ薄いということになります。まあ、立地する、まあ、福岡市さんの方の地方税におけるですね、優遇措置しか取れないということで、国税面の措置が今回は盛り込まれておりません。まあ、このことについては高島市長とも引き続きですね、国に対して、やはり国際的な競争ですから、どこに出ようかと考えたときに、シンガポールなのか日本なのか福岡なのか考えたときに、やはりこういうそういう武器は欲しいと思いますので、引き続き国に対して強くお願いをしてまいりたいと思います。まあ、もちろん国もですね、他の産業とかいろんなバランス、均衡性、均衡というものも見ながらのご判断なので、非常に難しいテーマであるということは承知いたしております。それから、まあ、やはりこういうふうな金融機関であれ、あるいは半導体でもそうですけども、高度な人材の皆さんがおいでになる。で、特に海外の方は、あるいは赴任される際に、日本人みたいに単身赴任ってあんまりないんですね。やはりご家族を帯同されるケースが多くございます。まあ、そうした時にやはりご家族の生活環境、また特に子どもさんの教育環境といったものについては、非常に関心といいますか、非常に大きな要素であるというふうに見なされておりまして、まあ、こういうふうなことが整っている地域かどうかと、そういう受け入れ環境ですね、生活環境、そしてやっぱり住みやすい、まあ、そういうことが整っているところ地域かどうかというのも、企業として、自社 の大切な社員をですね、派遣し住まわせる地域としてふさわしいかどうかということは大きな選択要素になっているわけでございますので、我々としてもこれからそういうふうな指定の教育機関の整備等については、福岡市とも連携して取り組んでいきたいと考えております。教育機関の整備というのは、インターナショナルスクールの数を増やしていくということですか？インターナショナルスクールだけではないと思います。他のですね、公立私立通じて、やはりインターナショナルスクールというものに通わせるということを選択されないご家庭もあります。やはり日本人の普通の学校に通わせたいというご家庭も結構あるわけですから、まあ、そういうふうな外国人の子どもさんをやはり自然に受け入れられる、まあ、そういう環境づくりというのも教育の現場において必要になってくると思います。特にやはり小中学校ですね。この後行事がございますけども、最後にどうぞ、どうぞ、じゃんけんして違う、平成地区法律道の法定法長期の要請について、はい、県の説明を教えていただきたいんですが、県の、はい、お株主として県の受け止め、はい、株主総会が28日にございましてですね、沿線市町村の市長さん、町長さん、村長さん、みんな取締役でいらっしゃいます。その取締役の皆さんと私も取締役会長として出席をいたしました。この株主総会の場で河合社長から、株主の皆様に対して、もちろん民間の企業の皆さんも株主でもいらっしゃいますので、沿線市町村に対する法定協議会の設置を要請する旨、報告がなされました。したがって、まずはこの
法定協議会についてはですね、設置要請を受けた沿線の市町村においてこの法定協議会の設置の是非について検討いただくことになります。このもし法定協議会が設置されるということで結論が出た場合にはやはり廃止ありき存続ありきではいかんわけであります。いずれでもやはりそういう前提を置かずに議論をしていくということが重要だと思っております。こういった前提に立った上でですね、広域的な地域公共交通でございます平成地方鉄道、この今後の在り方、これはひいては地域全体としてですね、住民の皆さんの移動手段というのをどう確保していくのかということについて県としても沿線市町村の皆さんはじめ関係の皆さんとともにですね、知恵を出して考えていきたいといかなければいけないと考えております。同じことを伺おうと、今のお話で廃止ありき存続ありきの議論ではなくということは、その鉄道以外の手段も含めて住民の皆さんの交通手段について考えていく、そういう理解をお願いします。そうですね、今申しましたようにもう廃止ありきあるいはもう存続ありきという前提を置かずに、やはりこの議論というのは具体的なファクトとデータ、これが勝負だと思っています。これに基づいて、客観的なそういうものに基づいて議論をしていくことが重要であると思いますので、まだこの存続なのか廃止なのかというのは今の段階で、論じるというのは時期尚早であると思います。その鉄道以外の例えば、BAP なりその他のバスの人だとか、それも含めた地域交通のあり方を考えるということなのか、当然そういうことも含んでくると思います。先ほどから申し上げているように地域の住民の皆さんにとっての広域的な足でありますんでね、もうともかくなくせばいいという問題ではないんですね。だからもしもこの鉄道として、存続が難しいということであれば、じゃあその足をどうするのかということ、これはやはり当然その検討をしていくということになります。まずはその法定協議会の設置の是非可否について沿線市町村においてまずはご判断をいただくということですね。いろいろたくさんありますがよろしくお願いいたします。